当たる対策でこれをやってくるプレミアのチームが急増しそう。中盤省略してくる相手には遠藤どうしたらいいんだろうな。プレミアだとこれやってくるのバレたら多そうだし、なんとかしてえな。日本代表でも同じだが、遠藤をインサイドハーフに上げて足の速いアンカーを入れるって解決。じゃあ今のリバプールには無理だな。終わった。そもそもインサイドハーフの遠藤って、それ遠藤である必要性ないだろ。マクアリとポジションチェンジすらいいんじゃね。遠藤よりはいいかもだが、マクアリも大して足速くないだろ。そうか、じゃあ3バックだな。単純に中盤省略形になると、いかに速く戻れるかになるから、足が遅いと不利になる。他のチームもこれやってくるだろうね。対中盤省略サッカーは、冨安みたいな守備線サイドバック入れて、センターバックのフォローさせるというやり方もある。あれは冨安だからできるのであって、普通はサイドバックがセンターバックの裏のカバーなんてしない。クロップなんてずっと強豪でハイプレスやってる監督で、当たり前だがプレス掛け合いで挑んでくる相手は少なく、ロングボールしてきた相手は多かったと思うぞ。それでもこれで勝ってきたのがクロップだろ。クロップ政権リバプールがエンジン全開でうまくいってる時間帯では、レアルマドリーすら精度の高いロングボール蹴るのに苦労して防戦一方になる時間が長かったりしてた。ロングボールでクロップのハイプレス攻略簡単、なんて話にはならんよ。そういや日本にもロングボール戦術で快進撃してるチームがあったな。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。